こんにちは、酒井です。今回はですね、動画の基本となる、企画とか台本とかテーマですよね。結構皆さんね、悩まれる方多いんですよ。どんな動画を作ろうかなとか、どんな動画を作ったら視聴者が見てくれるのかな、登録者が増えるのかな、再生数が増えるのかなとかね。例えば仕事で使われている方は、注文が来るのかなとか、問い合わせが増えるのかなってことだとね、思うんですよ。でですね、私がちょっと実践している方法っていうのをちょっと皆様にも紹介したいなと思います。それはですね、Pセットを使います。これ何かというと、お客様、視聴者に行動を起こさせるために必要なアルファベット4文字です。はい、何かというとですね、Pセットのまず P がですね、プロブレム、これ問題とか悩みですよね。はい、で次が、ソリューション、S はソリューション、これは解決ですね。はい、そして、3つ目が、E がエビデンス、これは証拠とか根拠っていう意味です。はい、そして最後はタイミング、これタイミングっていうのは時期ですよね。いつやるのかってことですよね。この4つがきちんと入っていれば、例えばお仕事で動画を使われている方は問い合わせが来たりとか注文が増えたりします。でプライベートとか、例えばなんかゲーム実況とかね、例えば驚き動画とか、いろんな動画ですよね。そういったものもこれがきちんと入っていると、例えばチャンネル登録をしてくれたりとか再生数が増えたりっていう風にいい方につながっていきます。なぜこれが必要かというとですね、私他の動画でも言ってはいるんですけど、動画を見る人って何か目的があって見るんですよ。例えばお仕事で使っている商品の紹介だったりとか、なんかのこうエステとかのサービスの案内とかなんかは、お客さんはその内容を知りたいから見るんですよね。ブログとか写真とか文字とか、画像では全然伝わんなかったから、動画を見て、あ、こういう商品なんだとか、あ、こういうサービスなんだって思うんですよ。そして例えばゲーム実況とか、他の趣味ですよね。それに関しても同じです。あ、このゲームで、あ、なんか面白いの見たいなとか、え、こんなこと挑戦するんだ、ちょっと見てみようみたいに、何か目的があるから、動画を見るんですよ。なのでその動画の中できちんとこの P セットを解決させてあげるっていうのはすごく大事になってきます。で、例えばですね、お仕事でまず活用されている方に P セットどういったことかというと、例えばね、これ知ってます？これこうやって、これ僕のね、妻が37歳の誕生日にくれたんですけど、こうやってやると、あー気持ちいいなみたいなね、ちょっとなんかこう難しいっていう、なんかパーティーグッズでもあるし、噂によるとこれでね、頭が刺激されて髪の毛が生えてくるなんてこともあるんですよ。じゃあね、これをもし商品紹介とかサービス案内とかで紹介するとしたらどういうふうにやるか。まずはね、 P、 プロブレムはですね、問題ですよね、悩み。これはどういうことかというと、例えばこれで言うとね、最近髪にボリュームがなくなってきたと思いませんかとか、寝て起きたら枕に毛がびっしりとついていませんかとか、シャンプーの後抜け毛が気になりませんかっていう、要するに髪の悩みですよね。はい、っていうのをまず、悩み、お客様、視聴者に悩みありませんかって聞く、こんなことありませんか。で次にソリューション、解決ですよね。そんな悩み、髪の毛の悩みを持っている方、これがおすすめですじゃんみたいなね、まず悩みを聞いてから、次にそれだったらこれなら解決できますとね。これもエステでも一緒です。最近、20代の頃、30代の頃、若い頃のお肌の張りがありませんか、そんな方はうちのエステお越しくださいなんですよね。でここまでは割と誰でもできると思うんですよ、 P と S。 次の3つ目がエビデンス、これが一番重要です。なぜこの道具で頭をこうね、こういう風にすると髪の毛にいいのか、頭皮にいいのかっていう理由なんですよね。例えばこの今このほら、この今これついてますね、この手ですね、この本数がすごくいいのかとか、実はこの場所が頭のツボを全て刺激しているんですとか、理由を言うんですよね。なぜ聞くのか、ただなんとなく聞きますよ、絶対これ買わないんですよ、ね、例えば、そういう科学的な分析もいいし、すでにアメリカでは大ヒットで、これを使ったことで髪が黒々としたと言って答えてる人が 80% いますとか、何かこれを買わせる理由、これを買ってもらう、興味を持ってもらう理由を言うんですよね。なのでもし例えば商品でもそうですし、もうすでに売れていますとか、でエステとかでも同じですね、すでに何人が来てますとか、アメリカで大流行です、韓国でも大流行ですか、例えば、あ、なるほどと、お客さんが、あ、そうなんだって思わせる理由を言うってことが大事です。ここはですね、やはりしっかり、科学的な根拠であったりとか、実際に使ってみてほらできたでしょうとか、あとやっぱ数字ですね、実績、すでに何個売れてますとか、もうここでは大流行で何人に1人がすでに持ってるんですよとか、必ず信頼できる数字っていうもので、相手に伝えていくということをちょっと忘れないようにしてください。そして最後がタイミング、タイミングっていうのは、例えばこれ限定100個しかありませんとか、受注生産で作っていますっていうように、今この動画を見た人がすぐ注文、申し込み、問い合わせしないとすぐに手に入りませんよとか、これを逃すと次手に入るのは1年後ですよとか、そういうことですよね。できればこう動画を見てすぐ注文とか、すぐ
買ってほしいっていう思いはやっぱありますよね。そのためにこのタイミングっていうのをきちんと伝えるっていうのが大事です。なので、お仕事、まあ、ビジネスで使われている方、商品の紹介とか、まあ、サービス案内ですよね。その場合はこの P セット、はい、問題をまず悩みとかはありませんかって聞いて、それなら私のこのサービス商品で解決できますという、そしてなぜ解決できるのか、エビデンス、証拠を言う、そして最後に、もしこれを必要な人がいる場合は、すぐ問い合わせしてくださいとかね、タイミングってきちんと伝えていくっていうのが大事です。はい、でですね、お仕事以外で楽しみで使ってらっしゃる方はどのように P セットっていうのをやっていけばいいかというとですね、最初にですね、これをやりますとか、今日はこれをやってこういうふうなことをしますみたいに、ちゃんと最初にですね、企画の概要、今回の動画の内容、例えば何か挑戦するんであればこういうことを挑戦してどうなるんでしょうかとか、ちゃんと最初に説明しちゃう、じゃないと視聴者の人はこの動画を見終わったことで私にとって何が特にあるのか、例えば面白い動画を探してきてこれ見たんだけど本当にこれは面白いのかどうかっていうのがね、やっぱ判断できないんですよ。なのでちゃんとそういう趣味とかプライベートとか、まあ、ゲーム実況も面白実験でも全部そうです。最初にまずは P と S を伝えます。私たちは今からこんな面白いことをしますので、ぜひ見てくださいとかね、こんな悩みを持ってる人ぜひ私の動画を見るとすぐ解決しますよ、楽しい動画ですよって言います。で次にエビデンス。エビデンスはですね、要するにその実験の過程ですよね。実際に何かを挑戦する、ゲーム実況するでもその過程を見せることが証拠になります。これやるって言って証拠を見せてるわけなんでね。なんでエビデンスは全然そこら辺は問題ないんですけど、ここら辺はちゃんとね、コンパクトに見せないといけないです。例えばですね、バスケットボール、さっき言ったバスケットボール5回連続で入ると変われませんっていうのをカメラ設置してずっと3時間も4時間も見せるんじゃなくて、ちゃんと省くとこは省く。ちゃんと見やすくするってことも大事なんで、そこね、ちょっと気をつけてください。そしてね、最後はタイミング。で、タイミングはですね、例えば、お仕事で使われている方なんかは、まあ、今すぐ注文してください、問い合わせしてくださいとか、まあ、そういうことができるんですけど、まあ、趣味でやってる方なんかは、まあ、チャンネル登録してくださいとか、ブログやってます、ツイッターフォローしてください、フェイスブックなんかでも情報発信してますよみたいに、次の動画を見てもらう、もしくはもっと私、このチャンネルに興味を持ってもらうにはどうしたらいいかですよね。つまり動画を見た人は、あ、この人の動画もっと見たいな、思った場合にどうしたらいいかなんですよ。まあ、そういうような感じで自分が持っているメディアですよね。まあ、そういったものを紹介して、例えば登録とか読んでもらって、もっと知ってもらって次の再生へつなげるっていうことが大事になってきます。なので、この P セット、この P セットが動画を作った時にきちんと入っているか、わかりやすく入っているかっていうのをちょっと気をつけながらね、動画を作ってみてはいかがでしょうか。ということで今回はですね、多くの人が悩んでいるどんな動画を作ればいいのか、企画、テーマ、台本なんかの大元となる、まあ、作り方、P セットっていうのをご紹介させていただきました。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録、そして高評価ボタンをよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。